白いアングルで。これなんだっけ、クラシックドロップポイントハンターか。ウィルマックス。はい、これでね。これすごいですね。あの、私、あの、なんだっけ、黒いコンパウンドで研いで、その後白でやったらね、めちゃくちゃ切れるように急いでやりますね。今11時4分。急いでやるのアングルがこのままで申し訳ないですけど、美味しそう。どうだろうな、これ。無理。いや、超よ。
取れました。見えてるか、見えてる。よし、はい、セロス。うわ、やば、柔らかい。うわ、と熟成もあの三段時間のあの私の最初の一投目、今シーズンこれはもう熟成もなんかうまくいった感じで、ね、すごい美味しかったんですよね。臭みがほとんどなかった。まあちっちゃい三段時間なんですけど、それでもうメスとほとんどなかった。やっぱり牧草のね、あの美味しい肉食べてるから、美味しい草食べてるからじゃないですかね、美味しい肉になる。いや、ここやりづらいな。すごいわ。取りづらい。いや、ちょっと JP シカハンターさんのあの後ろの取り方もやってみたかったんですけど、いいです。ちょっと時間ない、慣れないことやると余計時間かかる。もう今シーズンはね、とにかく急いで熊だけが怖いんですよ、ね、それだけですよ、私が心配してるのは。ピクニックか。あのね、心臓ですね、多分心臓系です。あのね、鹿ジャーキーね、何でも美味しいですから。肉やりづらい。最初に外地に外汁&ピンク。ピンクはね、ステーキ美味しいですよ。
ジラントピンク腰肉、これは持ってるぞ、半端じゃないな。このメスもねでかいですから、本当にね、こんなことできる、短期間でできるのはね、チルピシカンタさんのおかげです。ありがとうございます。早いんじゃないかな。あっとっと。はあ、疲れた。あと反対。いや、それでも、これでも。多分腸には穴開いてないけど、発酵したガスが見えますね。多分胸、胸ですね。この撮影ね、あの木がちょうどね割れてて、上にね、それでそこで今撮影してる。ちょうど引っ挟まって、なんか弾回収できそうな気はしないでもないですが、ただね背骨にも当たってないです。これ折れてるから、なんか衝撃で弾が当たった衝撃だと思うんですけど、抜けてないんですよ。前よりやっぱちょっと分かるようになってきました。ここでくっついて、チロスちっちゃいですけど、こっちも行けそうだな。
こっちから、あ、こっちからか。下の方。気をつけて。じゃあしょうがないです。やりづらいですか。うちロース2個ゲット。ジリアンドピンク、OK、シモマ、あ、肉がすごい。これは一度取れたらもう、いやくそ、ああ3月までやりたかったな。あんましょうがないか。
このナイフめっちゃいい。フェルマックス最高。フェルマックス最高だ。全然ね、切れ味落ちないですよ。一応ね、見てみます。一応心臓も持って帰りたいなと。骨グリグリしてあるか。チップはしてないですね。あ、ここだ。心臓いったんじゃねえか。1本開けたら取りやすいんですね、心臓は。よしと、倒れないか。この付け根をちょっと切ってやった。よっしゃ、いた。心臓あるかな。心臓吹き飛んでないかな。あった。ああひどいな。あ、ダメだ、やっぱ心臓だ。心臓の大血管見えてる。心臓のね、大血管ですね。もうやっぱり心臓だった、うん、よし、どんどんいただいて帰ります。心臓、よし、ちょっと洗って。ターンいただいて終わりにしたいと思います。よし、なんとか11時55分言いますかね、1時間ぐらいですね。だいたいこれから片付けて、ちょっと2回戦あるかもしれないんで、これはしばらくどうしようかな、ちょっと考えてみます。一回登って肉を下に落として、そしていくか、どうしようか。どうしよう、ちょっと考えます。とりあえずはね、片付けて帰りたいと思います。帰りじゃない、来たいと思います。ありがとうございます。